しほる町の皆さん、こんにちは。ホール担当のあゆみです。本日は豊かのお祝い料理の中のすべてお持ち帰りができるお料理をご紹介いたします。こちらの赤い箱に入った箱膳料理になるんですけど、まず夢という3段のお料理と、2段は桜とスズランというお料理、あと1段のものが幸梅となでしこというお料理がございます。で、本日はこの赤いこの箱ですねを実際に準備しましたので、こちらになります。はい、これが、桜とスズランっていうこの2段のお料理に使われる時に2段になります。であと夢というお料理になるともう1段3段増えて、で1段のものはこの1段の感じになります。で、まあ、ちょっと中身入ってないですけど、中が全部この3つにこのちっちゃい個包装になっております。なのでもし食べ残したりとかしちゃった時とかは、まあ、ご自宅の冷蔵庫に入れて保存するっていうとても便利な、はい、料理になってます。でこちら、解析をするのもできますし、すべてお持ち帰りいただいて、まあ、ご自宅で、なんかご家族で、まあ、誕生日祝いとか還暦のお祝いとかいろんな場面で使えることができますので、はい、お祝いお考えのお客様でよかったらぜひ豊かまでご相談お待ちしております。よろしくお願いします。